矢が見れんの？おじチャンネル。はい、というわけでですね、今日も質問コーナーです。ちょっとフィルター変えてちょっと乙女チックになりました。なんか唇が赤いです。まあ肌も綺麗ですね、こりゃ。はい、というわけでどんどん答えていきましょう。前回が全然答えられなかったのでいきますよ。今日の1つ目はですね、和田くんとの面白いエピソードありますか？和田くんとの面白いエピソードか。結構すぐ忘れちゃうんだけどね。結構やっぱ和田くんはまあ事務所でもね人気あるし、まあ和田くんとかゲスト来てもらったらまあ YouTube 伸びるんだろうなとは思うんだけど、まあなんだろうね、先輩としてそこに頼るのもなんか違うなとか思ってたりするんですけど、まあ猫舌でね同じ曜日だったんで、まあ和田くんはその星が好きじゃないですか。星がね、星が好きなんで、俺がその服買い物してて、ああここのアクセサリー和田くん絶対喜ぶじゃんっていうのがあって、金にする銀にするみたいな、それともなんとかにするみたいな、ちょっと冗談でまあ LINE か電話した時に、どっちが良かったのかな、忘れちゃったな、あげたのに。で星のアクセサリーを渡したのは覚えてるかな。そうね、なんかやっぱり和田くん突っ込めるから俺との相性も良くて、まあ俺先輩だけどそんなね全然先輩してない先輩なんで、まあ誰に対してでもまあみんな居心地いいんじゃないですかね、この事務所は。はい、もしねルビーパレード来たいなーって方いたらぜひ送ってください。まあね、和田くんね会いたいですね、最近会えてないので。はいはい、では続いて次のやつをいきたいと思います。次はですね、暗記のコツを教えてくださいときました。結構ね勉強頑張ってる方とか、まあそのなんかの検定だったりとか、まあ普通仕事しててもね結構暗記することはちょこちょこあるので、俺はまあねセリフバーってたくさんあっても結構すぐ覚えられる人で、まあなんでしょうね、俺はなんだろう、その役者業に関してはですけど、なんだろう、稽古の初日ぐらいもう本読み終わって次の日からはなるべく本持ちたいっていうのがもう自分の中でのルールというか、なんで持つのが嫌だし、持ってるとお芝居もこう下見ちゃうし、周り見れないし、みんながどういう顔してるかわかんないからっていうので俺はめちゃくちゃ早く覚えるんですけど、そうですね、だからその時間がかかるんだったらなるべく早く始めた方がいいと思うし、で一番覚えるコツとしては、まあお風呂場だったり寝る前に覚えて、で朝ちょっとでいいから、まあ、電車の中とかでもいいから見る。そしたら大体入ってます。だから寝てる時にやっぱ脳みそはその整理されるんで、いやだから昼間にやって夜確認しても全然覚えてないので、俺の場合は夜に覚えて朝確認なんで、予習と復習が大事なんじゃないかなと思っております。あとはその、まあ、テストの順位とかでもそうですけど、で自分は90点以上取らないと嫌だ、で自分は50点より上じゃないと嫌だとか、さすがに赤点の30点は嫌だなとか、多分そのバロメーターっていうんですか、自分がこうじゃないと嫌だみたいな、多分そこを上げればやるべきことも変わるし、やっぱ目標を決めること、俺の場合のその台本持ちたくないっていう目標があるから、俺は逆算してここまでにこうしてないといけない、でお芝居とかの基準これぐらい、そんな覚えたてでさ舞台上がるのとかなんてお客さんにも失礼だし、ずっと矢上蓮を追いかけてきてる人に、ああ矢上蓮こんなもんかって思われたくない、俺は。だからやるって感じですね。だから目標が大事なんじゃないですかね。そしたら集中もできると思うし、はいてな感じじゃないですかね。暗記のコツは、まあ暗記のコツというより自分のバロメーターを上げるっていうことが大事なんじゃないですかね。夢があってその検定取りたいならその夢を大きく持つこと、はい大事だと思います。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。